速いペースで長く走れる足首の使い方。ああ、長く走るとふくらはぎすぐ張っちゃうな。なかなかスピードが出せないな。そのように悩まれている方、ぜひ足首の使い方意識してみてください。ランニングの足首の使い方は大きく3つあります。1つ目がふくらはぎの筋肉、腓腹筋を使った足首の使い方。2つ目がふくらはぎを使わない足首の使い方。3つ目がアキレス腱を使った足首の使い方です。1つ目の腓腹筋を使った足首の使い方では、地面を押し出す時つま先を倒す力を使って体を前に進めます。この地面を押し出す時につま先を倒すことによって腓腹筋が使われます。腓腹筋はジャンプなど高く飛ぶ時に使われる筋肉なので、この腓腹筋を使って体を前に進めることでストライドは伸びます。ただこの腓腹筋持久力はないので、この腓腹筋を使ったまま走るとすぐにふくらはぎがパンパンに張って疲労してしまいます。さらにこの腓腹筋を使った足首の使い方では、着地してから地面から受ける反発力を使って体を前に進めるのではなく、筋肉の力だけで体を前に進めてしまうので効率よくストライドが広げられず、さらに設置時間も長くなってしまうので足の回転も遅くなってしまいます。ですのでこの腓腹筋を使った足首の使い方おすすめしません。次にふくらはぎを使わない足首の使い方。腓腹筋やアキレス腱を使った足首の使い方では、最後地面を押し出すとき前足部のあたりで地面を押します。ただこのふくらはぎを使わない足首の使い方では、内くるぶしと外くるぶしを結んだ線の真ん中、うなと言われているところ、このうなと言われている足裏で地面を押し出します。このうなで地面を押し出すことによって地面から受ける反発力が骨を通って股関節に行くので、筋肉ではなく骨で地面を押し出すことができます。ですのでこれが最も筋肉への疲労を少なく地面を押し出せる足首の使い方です。さらにこのうなを使って地面を押し出すことによって地面から受ける反発力がしっかりと股関節に届きやすいので、お尻の筋肉を使って走りやすくなります。ただしこのふくらはぎを使わない地面の押し出し方も、着地してから地面から受ける反発力を使うことができないのでストライドは伸ばしにくいです。ですのでこのふくらはぎを使わない足首の使い方、ゆっくりのペースや長い距離走るときにはいいんですが、ここからもっとランニングスピードを上げていこう、もっと記録を狙っていこう、そのような方にはおすすめしません。最後のアキレス腱を使った足首の使い方。アキレス腱は筋肉よりも硬い組織です。そしてこのアキレス腱がぐっと引き伸ばされると、ものすごい強い力で戻ろうとします。この引き伸ばされたら戻る弾性力、これを使って体を前に進められると、着地してから地面から受ける反発力も使って体を前に進められますし、さらにアキレス腱は筋肉ではないので疲労しないため長時間使うこともできます。つまりアキレス腱を使った足首の使い方ができることで、設置時間も短く、ストライド長く、スピードを出して走ることができますし、かつ長い距離も使える、そのようなメリットがあります。ではこのアキレス腱を使った足首の使い方、どのようにすればいいかというと、地面を押し出すときに足首を固定します。そして地面を押し出すときは前足部で地面を押します。この前足部で地面を押すことによってアキレス腱が引き伸ばされ、その戻る力で体を前に進めます。もしあなたがランニング初心者からランニング中級者上級者と、もっとスピードを求めていきたい場合は、ぜひこのアキレス腱を使った足首の使い方身につけていただきたいと思います。本日は実際に腓腹筋を使った足首の使い方、ふくらはぎを使わない足首の使い方、アキレス腱を使った足首の使い方、それぞれの走りの動画とアキレス腱を使った足首の使い方を身につけられる方法をご紹介させていただきます。腓腹筋を使った走り。地面を押し出す際、つま先を倒して地面を押しています。つま先を倒す間も足裏が地面についているため設置時間が長くなります。すなわちピッチが遅くなりやすいです。ふくらはぎを使わない走り。うなで地面を押して体を前に進めています。お尻の筋肉が使いやすく、重心の上下のも小さい走りとなりますが、地面からの反発力を生かしにくく、ストライドは伸びません。アキレス腱を使った走り。地面を押し出す際、前足部で地面を押し、足首は固定されています。設置時間も短く、ストライドが伸ばしやすい走りとなります。膝の曲げ伸ばし少なく、足首を固定し、設置時間短く上に弾みます。膝の曲げ伸ばしやつま先を倒して地面を押すと、腓腹筋や四頭筋が使われてしまいます。うなで地面を押すと反発を生かせず、高く飛ぶことができず、アキレス腱も使われません。次に片足立ちになり、同様に設置時間短く、足首を固定し、膝の曲げ伸ばし少なく上に弾みます。慣れてきたら上半身も使って上に弾みます。上に飛ぶ際、腕を上に振り上げましょう。30秒行いましょう。慣れてきたら片足立ちで行います。こちらも30秒行いましょう。最後にアキレス腱を使った足首の使い方で前に弾みます。この時も足首を固定し、膝の曲げ伸ばし少なく、設置時間短く前に弾みます。姿勢はまっすぐを意識し、着地する際骨盤が足の上に乗ることを意識しましょう。20メートルほど行ってみましょう。もし
あなたがアキレス腱を使った足首の使い方ができていないのであれば、しっかりとアキレス腱を使った足首の使い方を身につけていただくことによって、今よりも走るスピードが格段に上がりますので、ぜひ習得していただきたいと思います。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったら、いいね、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。